皆さんこんにちは、ゆずきしろです。はい、今夜もリムワールドの時間がやってまいりました。もう一室ぐらい作れるかな。ここもちょっと、もうちょっとだけ広げようか。うん、もうちょっと広げて対応させていただきましょう。ん、サイコドローン、爪のような男性、え、何これ。片頭痛が爪のように、なんか日本語がおかしいな。頭蓋骨に食い込みますと、少し離れたところにある、何かがこれ活動してるようだね。それがこの一帯に強力なサイコドローンを、照射していると、男性だけに影響を及ぼす。数日のうちにその人々のムードはどん底にまで悪化する。ってことは、男の人にだけ起きる片頭痛みたいなのがね、発生するようだね。大丈夫かみんな。あ、病院、これ真っ暗になっちゃったな。松明がつきちゃったかな。松明置いとこうと。大丈夫かな。男性だけにこれ発症する、何かしらが起こるという感じなんですけど、心配だな。男の人がほとんどだもんね。女の人ってキッドさんだけかな。うん、あれ、もう一人女の人いたような気がしたんだけど、なんか誰かの元女房みたいなさ、そんな方がいたはずなんだけど、あれ確かそうだよね、女の人いたよね。この人は男だもんね。男と女性、あ、この方だ、そう、2人ね、こちらが女性だと。ほとんど男性だからさ、大丈夫かな、影響、そこが心配。あ、そうだ、ゲロのちょっと直しもしましょうか。ちょっと待ってよ。こちらの方にお願いしたいな、この方に。ゲロを、拭いていただきましょう。うん。ちょっとね、お願いいたします。あ、マックさんね、新しいズボンか。うん。まあまあ、電動ミシン使えば早いのかな。ズボン1個作って、パーカー作ったら、まあしばらくいらないかな。ダストコートか。あ、コートも一応1個。パーカーはじゃあなしにしよう。うん。パーカーなしで、まあ、ズボンとコートをね、一着ずつ念のためね、作っていただきましょう。で、ペットのベッドを、そうだな、再展開しましょうか。どこに展開しようかな。ここもあるし、ああ、一応全部あるんだ。あ、横に移動しよう。うん。ちょっと1枚咲いてるからね。で、こちら側の木材はちょっと切り出ししたようだね。松 60% か。もう多分ここら辺が一番成長してるんだろうね。ちょっと成長したね、木材あたりはちょっと切らせていただいて、うん、これぐらい切ってね。あ、ここもちょっと切り出してんだ、マックさん。白樺の木。うん、古くなってたかな、白樺の木も。51% まで成長してると。ちょっと一応切り出し命令もね、ちょろちょろと出して、ここの土のうをちょっと解体しよう。うん、こちらちょっと土のう解体して、白樺の木の範囲をもう少しだけ微妙に増やすか。これ微妙に、うん、今解体中だからね。これで、農業ゾーンね、さらに増やしたい。あ、マックさんもね、いや、忙しいとこ本当申し訳ないね。で、ここね、ちょっと農業ゾーンにしてしまって、この辺りぐらいかな。うん。この場所も、まあ、白樺の木を植えましょう。これぐらいでいいかな。土のうをここら辺にちょっと作ってもいいかもしれないけどね。望遠で、この辺りぐらいかな。ここら辺にもちょろちょろっと作っちゃおう。うん。これでちょっと対応しましょう。うん。さ、ちょっといらないね、材料をしっかり運んでいただいて。まあ、木材に関してはもう大丈夫かな。白樺の木。こちら松だったっけ。松の木と、あとは、こちらね、オークと。あ、だいぶこれ植えてきたんじゃない？うん。植えてるね。よかった。
さ、これくらい、まあ、もうちょっとかな、多分もうちょっとうまいこと植えたら、まあ、畑関係に関してはやっと落ち着くかな、うん。さあ、そしてね、またこれも綿の方も取っていただいて、まあ、服をコツコツとね作っていただきましょう。で、できればこちらあたりにもちょっと部屋の方を増やしていこうかな。広めのね、あの部屋の方を作って、まあ、住民の方にね、こう住みやすく、ちょっと提供していってもいいかも。やっぱここら辺の部屋がちっちゃいから、この場所を一室にしちゃって、ちょっと対応していこうかな。なんか領主を主張とかって言ってるね。放棄された、建造物、遺跡や放棄された基地、入居者が、入植者が構造物の修理や維持を行うことができると。あ、そうなんだ。じゃあ主張しとこう、ここ。そうね、そんなことできたんで知らなかったの。なんか汚れてるな、ここ。気のせいかな。掃除って優先度低かったっけ？あ、でもちゃんとみんなに命令してたと。あと、まあ他に優先するところもまあまあ。この方、マックさんは狩猟もできるんだね、一応。スキルの方はあったと。結構スキルあるんだね、マックさん。でもマックさんはね、研究とかなんか工芸、そこら辺も器用に行えるからね。まあそちらでちょっと対応させていただきましょう。あ、マックさん、材料運んでる。なんだろう、服かな。あ、そうだね、服を作るんだ。次何作ってくれるんだろう。ズボンの作成は終わったんだ。あ、コートね。そうだね、寒くなったりすると一応コート必要になってくると思うからね、頑張って作っていただきましょう。で、こちらね、あ、頑張って切り出しをしてるんだね。で、まあバッテリーの方もちょっと充電が、来てると。もう1個ぐらいバッテリー置いてもいいのかな。こちら側に3つ。あ、でもほとんどフルなんだ。死体があるんだよな、これ。お墓作って埋めた方がいいんじゃないかな。あ、そっか、これ墓石とかできるんだ。これってでも普通のさ、なんか俗だったよね。もう一個お墓作ってあげるか、そうなると。ちょっとこれ解体しちゃおう。墓石を、そうだな、お墓でこちらね作ってと。まあこれでお墓作ったら、こちらの族の方をね埋葬してくれるんじゃないかな。で、こちら側もね、一室木材があれば、まあフローリングをね、配置して、まあ一室ねまた使えるようになるみたいだね。いやー、結構あれだね、ここら辺がもう中心にねなって、この町の方が、町というかもう集落みたいなものがねできておりますけど。あ、食べ物、簡単な食事があと2個だ。簡単な食事は腐るまで3日か。まあ常温であれば3日で腐ると。電気コンロでねちょっと調理もしとこうか、簡単な食事。さらにまた20個ほどね、結構まめに作らないと食べ物がねなくなってしまいますので。お米がちょっと少ないけど、じゃがいもたんまりだもんね。トウモロコシも結構使ってるんだ。で、じゃがいもに関しては、まあ、畑をね取り潰しちゃったんだけど、ここら辺にちょっとちっちゃなねじゃがいもの畑もいいかな。まあまあ、でもまだじゃがいもいっぱいあるから、作らなくてもいいか。もうちょっとしたら計画をねしていきましょうか。さ、そしてこちら、だいぶ多くの畑に関してはねだいぶ植え替えしてきてるとは思うんだけど、まあもうあと何日かしたら完成するかな。さ、木材を、運んで、そうね、そこ扉必要だから、まあ病院だけど、ちょっとねしっかりと扉を作って、そうそう、松明もね。
であとはこちらの部屋を、まあ、ちょっとねこちら作りましょうかね。1室2室ぐらいかな。もうちょっとだけ切り出そうか、うん、奥行きもう少し欲しいな。どれどれ切り出しね、命令かな。ここら辺をこうちょろちょろっとね、1面に、これぐらい、これぐらいでどうかな。ん？何？どうした？キットがパーティーを開催。あ、そう、促してるんだね、みんな。そうか。じゃあここでパーティーできる場所を確か設定できたはずなんだよ。パーティーパーティー、どこだったっけ。娯楽じゃないか、その他かな。パーティースポット、あ、ここだ。ここら辺にこうちょっとパーティースポットで1個ポンとつけて、まあそこにみんながね集合してくれるんじゃないかな。うん、アキトさんがねここいるんだ。あれ、みんなこっちパーティーしてんの。ここで今パーティーしてる感じだったかな。あ、みんな集合してるわ。あ、ここでパーティーしてんだ。パーティースポット一応作ったけども、ここってただの作業台。あ、ハートになってるわ。うん、作業台だもんねここ。うん、あ、でもなんかみんな楽しそうにしてるんだったらね、うん、よかったよかった。いやー、ほんとね、なんだかんだ結構やることみんなね命令めっちゃ出してたから、大忙しで働いてる、そんな感じでございます。そしてまあ近場の木材に関してもだいぶ切り出しがね、終わってきて、近場の木材がだいぶ少なくなってきてるものの、まあこうやってね大きめの畑とかでちょっと対応しているので、まあ木材に関してはだいぶ頑張ったからね大丈夫になってくるといいな。ただ今ねこの基地の方に木材の方が全然ないもんだから、ちょっと木材もね、ん？リスクがあるって。大丈夫？マックリスクあるんだ。大丈夫だといいんだけど。さあ前回に引き続き、こちらやっているんですけど、ただいまねパーティー中でございます。うん、いやー、みんながねここに集まってパーティーをしていると。ただねパーティーができるパーティースポットがあったんだけど、先に作っておくべきだったかな。あ、エリックがちょっとキットとねいい感じになってるのかな。ちょっと先進めてみましょうか。ん、ちょっと待てよ、なんだこれ、希少なすらん、なんか来てるようだね。どれどれ、基本的にはおとなしいですが、この希少な生き物と対決するとき非常に危険か。うん、幾人かの貿易商はこれらの貴重な毛皮と角、あー、ただね難しいと思うんだよね、これだよね。近くに来てはいるか、総力戦で行けばもしかしたらっていう感じだけど、まあ土のうでこうなんだろうな、行けないようにしておけば、いや倒せるのかな、そうなると通れないんじゃない。いやでもここで下手に、あ、ちょっと待って、ここ死んでんじゃん。あ、新鮮、あ、これちょっと運ぼう。ちょっと待って、あの敵をね今の段階で倒すのは危険だからちょっとやめておこう。うん、で、パーティーの方が終わり次第ちょっとね先ほどのお肉、運びましょうか。そうだな、マックさんにちょっと運んでいただこうかな。マックさんちょっとこちら、あ、運搬できないんだマックは。じゃあこちらの方に運搬をちょっとしていただきましょう。うん、でまあ運搬して、そうだな、食肉加工台でペットのペットフードか、ペットフードをねちょっと作ろうか。食肉加工じゃなくてで、ペットフードと、うん、こちら5個ぐらいねちょっとこさえましょうか。これでねお肉の方ペットフードにしてくれるんじゃないかな。うん、さ、ちょっと早回してね見ていきましょうか。まずはどっちに運ぶかな、死体置き場に運んじゃうかな、次の日かな。うん、あ、ご飯食べてるわ。ちょっと待って、漂着物も来るみたいだね。
ちょっとその場所を見てみましょう。ラクダの毛か。あ、いいんじゃない？ラクダの毛。ラクダの毛と。まあ、ラクダの毛だけちょっと回収しましょうかね。あ、近くだね。近くに、来てると。で、訪問者か。旅行者グループが、まあ、町を訪問していると。彼らは持っているアイテム、あ、トレードしたがってるの？え？まだ来てないもんね。まあまあ、これから来るっていう感じかな。で、あ、よく見たらこれバッテリーの方がもうほぼほぼフル充電になってるね。もう一個バッテリー作ろうかな。ちょっと電力の方をね、備蓄できるようにさらにもう一つかな。この辺りにちょうど入れて、さらにこちらね、ケーブル、あ、通ってる？大丈夫かな？大丈夫っぽい。こちらの充電はまだまだできると。さ、トレーダーが来るみたいだからね、ちょっと楽しみだな。どっち方面から来るかちょっとよく分かんなかったけど、ひとまず、あ、来てる来てる。一人だけ？トレーダーの方。移動中。一人だけっぽいね。今ね、みんな寝てるんだな。こちらの、あー、でも取引とかは特に出ないな。まあ、訪問者が、訪れたと。粗悪品なものを持ってるようだね。クラブか。あ、見学してね。まあ、もうちょっとしたらみんなが、あ、起き始めてきたか。あ、この方だ、トレーダーって。来たようだね。どうしようかな。エリックに、ちょっとね、トレードしてもらいましょうか。まあ、いろんなね、ものはあるはずだから、これでなんかできるかな。この方が持ってるのは、あ、木綿とか持ってるんだね。何買おうかな。薬草は5個。ああ、救急キットみたいなのあったら欲しいけど、特にないか。あとはね、いらないものがあるんだ、これ。いらないものを、ちょっと売ろうかな。あ、持ってるのってコンポーネントとペミカンだけかな。そんな感じだな。粗悪品か。D ランクのものをね、ちょっと売ろうか。猿の毛か。粗悪品になるんだね。D ランク、豚側のズボン。でもこれ、うちで作ったやつじゃないかな。あ、壊れかけとかあるね。壊れかけか、ダストコート、粗悪品。粗悪品99だって。相当な粗悪品のようだね。あれ、でもこれって私がこれ購入するってことになってんのかな。うちにあるものかと思ったんだけど違ったかな。これうちにあるものだよね。1円になるのかな。他売れるものって特にないか。ニットとかも、そうね、微妙な物資しか持ってない。ペミカン、コンポーネットか。マイナス50。これはやっぱ買うんだね。コンポーネット1個買うかな。と、木綿か。そうだな。4つある。でも服作るからな。売れないよね。あと、まあ、いらないものってなったら、ここら辺。クラブとかね。ジャックナイフ。クラブ売ろう。クラブ、壊れかけのクラブか。ちょっと売っちゃいましょう。他だと、あ、標準なんだね、こちらは。結構お金になるみたい。標準のものを売りまして、まあ、ここら辺かな。あとは売れるもの、やっぱここら辺か。粗悪品 D、 猿の毛のシャツ。あとは、まあ、豚側のズボンか。ちょっとお金になると。粗悪品あたりをね、売っちゃってもいいかなっていうところだね。まあまあ、これで取引しましょうか。
結構いろいろないんだけどね。あ、そうだね、やっぱり服売ったようだね。うん、さ、ちょっと料理の方もしていただいて、であとはこの動物がねまだいるから、あ、冷凍すれば永久保存できるんだ。あ、そうなんだ。でも運搬とかじゃないもんね。うん、まあこちらに置けば永久保存は可能だけど、あ、そっか、もしかしたらクーラーをここに、廃車場みたいなさ、廃棄置き場みたいなのもここにしちゃえば、もしかしたら運んでくれるのかもね。まあまあいいかな、ひとまずこれで。あ、去ったみたいだね。うん、さあ、そして簡単な食事の方をまあちょいちょい作ってると。ん、あ、なくなったみたいだ。あれ、うちのネズミじゃないよね。なんか食べたけど大丈夫か。うちのネズミだったら多分ニュースっていうか出てくるだろうね。サイコドローンは終わろうとしてると。あ、じゃがいも生で食中毒起きたようだね。大丈夫かな。まあペットだから特に問題ないかな。さ、そしてね、ちょっと料理の方も、あ、なんか今バンってさ、大丈夫だった、なんかバンって落としてるの気がしたけど。あ、ちょっと待って、なんか可愛いキツネちゃんみたいなのいるじゃん。これキツネうるうるしてる、怪我してるんだこのキツネ。可愛いな。健康状態は、あー、ネズミとこれ喧嘩したんだね。あ、そうなんだ。これペットとしてどうだろう。うーんとね、襲ってくる確率は 2.50 か。まあちょっと試しにね、キツネちゃんも手なずけ、うん、してみましょうか。あ、ゲロってる。ちょっと待って、ゲロってるよ。泥の汚れだ、ゲロじゃなかったみたい。ちょっとね、自分で汚したところだと思うからね、汚れ片付けていただきましょう。掃除してね。うん、ここも、あ、ゲロとかね、あ、泥とかもついてた。あ、ちょっと待って、もうちょっと掃除して、うん、自分で汚したのもね、掃除してと。そっか、これ泥もなんかちょっと薄汚れてるかなと思ったんだよ。そっか、泥もあるんだね。ここら辺もちょっと掃除しようか。あ、じゃああれだね、自分の部屋とかも掃除した方がいいんじゃない、みんな。うん、ん、なんかゴーって言って大丈夫かな。特に問題ない感じかな。大丈夫だといいんだけど。で、まあこちらのお部屋もちょっと掃除したら、まあまあ作業戻ってもらってね。で、そうだな、おのおの自分の部屋を掃除したいけど、まあまあちょっとこちらの方にね、掃除していただきましょうか。うん、汚れてたか、部屋が。これはちょっとあんまりよろしくないからね。うん、まずはちょっと掃除してと。多分汚れてるとなんかこうみんなの士気が下がったりとかねするかも。ちょっと掃除、うん、ちょっと頑張って掃除していただきましょう。で、こちらの汚れもお願いします。うん、まあなんかちょっと仕事をね、忙しいとは思うけど、まあまあちょっとお部屋の掃除もねしていただいて。あ、ちょっと待って、ちょっと待って、もうちょっと掃除。ここの部屋の汚れはもう全部取れたようだね。ってなってくると、次はねこちらかな。ちょっと泥をね取っていただきたい。汚れちゃうんだな。うん、掃除していただいてね。あのこちら側もちょっと汚れてるから、あ、ちょっと待って、汚れを取っていただきたい。あ、これコートできたんだ。何のことができたんだ。あ、ちょっと待って、もうちょっとだけ掃除、もう終わったのか。うん、これはコブラ側のダスターコート。うん、あ、そう、コブラの皮で作ったんだ。あ、いいじゃん。あ、着てる。あ、着てるね、よかった。最後までご視聴いただきありがとうございます。まだチャンネル登録してない方は下のチャンネル登録ボタンから
登録よろしくお願いします。